トラは太平洋戦争の始まりである日本軍の真珠湾攻撃が奇襲により開始されることを伝えた伝信の暗号略号である。意味は我奇襲に成功整理本来はモールス符号を繰り返すものでパラ連想とされた。真珠湾攻撃時には攻撃隊長、淵田光夫中佐の登場する97式。 艦上攻撃機から第一航空艦隊司令部に当てて発信された。真珠湾攻撃は、奇襲の場合には艦攻による対艦攻撃を先行させ、強襲の場合には艦爆による対空防御制圧が先行させる計画になっていたが、我奇襲に成功せりはこのうち前者を指すで塩分となる。したがって、 これはあくまで攻撃が奇襲によって開始されることを示すものであり、攻撃そのものの成功を意味するものではない。後に、この伝文をタイトルとし、真珠湾攻撃を題材とした映画、トラトララトラ、が作られた。トラが、たまたま、トラ、トラと同音であったため、様々な演技を担いだものであったという俗説が、以下のようなものを含めて、ただ存在しているが、根拠は、 はっきりしない。真珠湾攻撃を受けた側であるアメリカでは、タイガータイガータイガーと訳して、タイガーのように襲いかかると解釈されることもあった。突撃と雷撃隊の最初の文字を合わせ、トラトとしたと、米軍関係者が述べている。当時第一航空艦隊の航空オツ参謀だった、吉岡忠和によると、ハワイ奇襲攻撃作戦の間だけ使用する。 通信略語として、小野勘次郎通信参謀と二人で作ったもので、との次に、む、ら先をつけた、とむ、虎、とさ、時の四つの略語のうちの、トラに、たまたま、奇襲成功の意味が当てはめられただけで、深い意味はなかったという。吉岡は、真珠湾攻撃の研究をまとめた、歴史研究家ゴードン・ W ・プランゲから、あのトラというのは、タイガーのことですかと質問を受けていた。 また、航空港参謀だった、玄田実によると、小野通信参謀が作り、11月24日、タンカン湾での作戦説明の中で、他の隠語と共に示したものだという。実際に、トラトラトラを打電した、飛行隊長の渕田光雄は、その時配布された略語暗号書で、奇襲成功の略伝が、トラトラトラと知り、 トラ年生まれの自分にとって演技が最高だと喜び、成功を確信したと著書の中で語っている。また、機関赤木宛のトラトラトラの発言が、広島の連合艦隊機関、長戸でも直接受信されていたことを、後日聞き、千里ゆくトラ、千里を帰ったのだと思ったとも、述べている。このように、作成にあたって、特に深い意味付けはなかったが、トライコール、トラ、 虎の連想は自然であり、真珠湾攻撃の成果の語りとともに、様々な説を生んだと思われる。ありがとうございます。